お風呂が沸きました <laughs> シオンは頭脳を持っているんですけど呼吸で生きているわけではないんですねで、物体なんですけど動いているし感情があるんですだからどう演じたらいいのかわからなくてもうなんか苦しくてで、あの周りの AI の声を聞いたんです お風呂が沸きました。とか、あの携帯の声とかをもう何度も何度も聞いたんですね。で、そういう中である時に、あのごっちゃんやあのサンダーの声をあの現場で聞かせていただいて、その時にあのしおんの心がこう。モノクロからカラーに変わった。 気がしたんです。まあ一緒にねこういうコロナ禍なのであのご一緒することはできなかったんですけれども離れていても本当に皆さんに支えていただいて演じることができたなというふうに感じております。もう一つ好きなのが、はい、里美とお母さんの挨拶なんですよ。あ,<っ>ありましたね。あれ大好きなんですよね。<laughs> 今日も元気に頑張るぞ。うん。<ー> <laughs> せーの、今日も元気に頑張るぞ。<laughs> <laughs> っていうのが出てきました。ーしー <laughs> 本当に感動的です。で、なより、やっぱり土屋太鳳さんの歌声がこの作品をこう彩っていると思うんです。けれども、彼女の歌声が本当に素晴らしくて、まっすぐ心に届くなんでしょうね。あの純粋な。 気持ちが湧き上がる感じがします先ほどそれこそモノクロからカラーにとおっしゃってましたけれどもタオさんの歌声を聞くと心の中のこう曇りがパーッと晴れて青空が見えて虹がかかるようなそんな印象がありましたそんなタオさんの You Need a Friend、えー、本日から先行配信スタートしておりますので <laughs> ぜひ皆さんよろしくお願いいたします <laughs> ありがとうございますバッチリの線でバッチリありがとうございますフルで聞くとまた素晴らしいんですよね <laughs> あ,あの曲は 歌ってみてみですね、はい、いや本当にすごく素敵な曲ばかりでただ最初にデモを聴かせていただいた時に笑ってしまうぐらいこれは私が歌えるのだろうかという気持ちでしたで私実はその小さい子供の頃に声が出なくてでそのもしタイムスリップして10歳の時の私に「 今こうなってるよって言っても多分信じないんじゃないかぐらい声の戦いをしていたのでなんか、ね、自分でもう今この歌声を聴いて、まあ、歌うまいか下手かは別としてあ奇跡だなって思うんですけれどもなんかできないことができるようになるという部分ではあのぜひなんか前に進みたい人できないことに挑戦したい人にぜひ聴いていただけたらなというふうに 思いいますいやー大変でしたね大大変でした大変ででししたたけど本当にすごく楽しく最後までやらせていただいてあのー、まあ、僕、アニメ大好きなのでそのいろんな声優さんの声を聞いた時に自分の声がトーマに合うのかなっていうすごい不安があったんですよ。なのでずっと家でちょっと高めにしてちょっと高めにしてみたりとか今,今あのちょっと高くするトーマの声になるんですけど。<い> ちょっと高めにするとみたいな感じになるんですけど逆にでも僕地声は結構低いのでかなんか声を落とすとこのぐらいが結構実は楽だったりするんですけどそういうのでいろいろ研究しながら逆にこ,れこのセリフの時はちょっと声を絞った方がちょっとその震えてる感が出るかなとかずっと家でやってて不安で不安でしょうがなくて現場に行ったらあすみませんあの他の方の声あまり入ってないですって言われたんで余計不安になって。結構最初の方にはいそうなんですよ 余計不安になってやばいやばいやばいと思ってたんですけど最終的に監督から大丈夫だって言ってくださったので最後まで、はい、やりきることができたので。は<ー>はい